棒で行こう。ハンマーね、攻撃判定が狭すぎるわ。棒の無敵技がね、あんまりないから、確かあの高飛びつきつきぐらいしかなかったんだっけ。ダッシュ攻撃が無敵じゃなかったよな。これが無敵だったの。あれ、これが無敵じゃないんだ。力こそパワー。これ無敵だよな、無敵だな。よしよし、ちょっと短いけど無敵。よし、一応これが無敵だね。プラスやっぱ地上にいるときにこれで上に攻撃できるっていうのが強いかな。ただ通常攻撃が前に移動してしまうのと、仲間も頼りながらね。ハンマーの全て自分がやるプレーから、ね、少し成長したカービィである。DDD。前に出ちゃうんだよ。こっちの方がいいか。いけろー。飛ばそうとした、飛ばしてる。これ知らない。こんなことされる前に終わるから、いつも。これでね、カービィがどっちに行くかなんで、デデデの方に行きたいといけない。よし、ザコラッシュ、ここも節約したいところ。じゃねえよ。いや、逆に考えるんだ。捕まったらその間俺が好きなだけ殴れるぞ。こういう時にさ、めちゃくちゃ便利だ。素直にゴールです。
ジャンプセブンに無敵技で出しまくれるっていう。火力はない。よし、ここは回復を。はい、メタ様。別に自分の体力優先だからね。仲間はどうでもいいんだ。こっちに来んなって。マジか、おかしいだろう。敵が3人いる方向にステップしてくるバカがいるかよ。だよ、どこのバカが敵が3人いる方に行くんだよ。びっくりしたわ、一発無駄ダメ食らったわ。水と氷はダッシュが早いよ。ちょっと待てって、お前が食らったせいでタイミングずれたんだよ。俺はこう抜けようとしてたのに。お前ら食らうから。よしと思ったらコマンド消滅やめて。トゥルトゥントゥントゥン、マリオあるあるだよ。マジで誰か死ぬのやめて。敵のボスを含むだよ。俺らが止まるせいで俺の下上のコマンドがずれんだよ。ほんと勘弁してくれ。さすがにこれははめ殺し無理だろ。諦めよう。この辺でやめとこう。これ楽なんじゃないかな。多分攻撃届くんじゃない。届け、届く、届け僕の目。やれやれ、うん、はい、ノーダメ。基本ノーダメでいきゃいいんだけどね。こっちみんな。氷、水、水、オッケー。まだハテナに出会ってねえからな。
さっきこれ食らって大変だったやつ。まだこいつのパターンが定まらんな。仲間に任せよう、わからないやつは。なんか回復出てる、回復出てる。え、いや、もらえるもんはもらうけど、何、こいつらは回復出るのか。やった、時間かかったけど回復出た。水ちょうだい。炎ちゃん、はいどうぞ、準備できてます、はい準備できてます、はい準備できてます、どんどんどん、まあおめえほんと弱えな。あー回復あと2個。こいつもこの後の特殊技やらして、その木だらけをぶん殴った方が楽と。あ、殴っとかなきゃダメなのか。痛い痛い。一発は殴っとかなきゃダメなのか。よし、いつもこいつ炎で大ダメージ狙ってたけど、水のまま行ってみるか。凄まじい。無敵を取るのか、敵の攻撃を、鉄を取るかっていう、この辺だよ。これ上付きの方が威力高えな。上付きの方が強えぞ。ナイス仲間。その当たり判定勘弁。ほら早すぎた、はい、自ら回避して。むずい、ペラペラになっちゃった。上突き上突き上突き、起こす前に殺す。体力やべえ。あと2000だけど、まあ回復するしかないよね。確かドリンク1個もらえたよね。ここで失敗するよりはまだハテナがあるからな。ハテナぐらいは攻めて拝んどきたい。こ
いつ炎っぽいもんね。水弱点だといいな。うわっ、飛ぶのかよ。仲間よろしく。ソードの下に、下に間に合え、下にで真ん中、できた。決めろ。よし。はあ。これは飛ばせないんだ、この演出は。回復アイテムをくれー。イエーイ。あら。いい、あーまあそれなりに回復するからいいか。あと一戦ハテナなんだよな。まあなんかちょっと姿形違うかったし見てみるか。ここはノーダメで行きたいな。何も変わらないんだったら実質3戦目。さあどう来る、どう来る。進化したエンデさんが、うん、特におがわりないようで。お金ないですね。タン、チュンチュンチュン、タタン。ヒットポイント増えてもないね。文章も変わってない。わかりにくいんだよこれマジ。これわかりにくいよな。大外に行く方が安全だ。体力高くなってる。全然壊れない。当たり判定分かりにくい量はやめてください。ちょっちょ、めちゃくちゃ増えてる、めちゃくちゃ増えてる、めちゃくちゃ増えてる。体力も増えてね。2回ギリギリジャンプ、ギリギリで1回大ジャンプ。はい、めっちゃ増えてる。パターン変わってなかったら、パターンは変わってないんだけど攻撃の当たり判定がめちゃくちゃ伸びてる。正面今かわせてない。逃げろ。いつ終わんの。早く割れろよ。体力高くなってんじゃねえか。体力きついなこれ。
さあお前も変わっているのか。ハテナが怖いんだよな、ハテナが。あ、なんか微妙に変わってない。憎悪執念、嫉妬欲望、ハイネスが集めた闇は暗黒の力。なぜならばあのし、あ、変わってるような変わってないような。呪いが壊せなくなってる、もしかして。やっべえな、きついなこれ。炎の方が威力高いかも。炎でいくか。ギリギリでかい。次は右肩か。増えてる、2個増えてるけど、普通に横に走ってるだけで OK か。これはやっぱ、背中がめんどくさい以外は。ちょい、だいぶ変わってる。結構きつい。もう一回行きたくないなこれ。走ってるだけで変わるよね、これは。次、背中か。はい、下かい。もう一回飛ぶ。溜めてると回避できねえ。次で死ぬ。やっぱ背中が一番強いよ。画面端になってる、画面端。はい、押して背中終わって。はい、痛い痛い痛い。実はこれ楽だ。これまずいな。よし、あと買おう。食らえるのはせいぜい1回か2回といったところ。ジャンプ系か。なんか変わってる。戻ってくる。次はジャンプ。次グラウンド死ぬ。多分ジャンプ。画面端。つらい。あとちょっと。つらい。
ただこう最後のパターン知らなかったからね、これやっぱ1回は言っておかないときついわ。